祠発見。見てください、目と鼻の先に祠同士が惹かれ合っている。ビリリと来たぞ。祠の屋上には櫓もあります。見てください、ベフ島の近く、ゲーロ湖の近く、えげつない名前がたくさん。ベフ島は普通。この肉眼で発見できる祠は本当ありがたい。サ・ダージュの祠、サボタージュと行こう。炎の力、サ・ダージュの祠。お、倒れてるじゃない。先客がいた。どうしよう、燃やす。まだるっこしいことをしなくてもよし。いけ、燃えろ。え、危ない。あ、大丈夫だった。え、木箱が現れた。あ、あ、やばい。 あっち。倒れてる食材にジュッとつけて弓矢を発射。どうだ。あい、中にはまったぞ。ジュ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 。敵さん、かわいいかわいい。はい、子供一人がぶら下がれそうな食材にロープが吊るされた食材があります。下から燃やそう。するとまた木箱かな。奥に木箱があったと思われる。どうだ、ある。6つもあった。よし、排気ガス過ごそう。ガス、右チラ左チラ右チラ。たくさん落ち葉あるな。メラメラと燃えてる燃えてる燃えてる。ランタンが、そこスイッチか。スイッチらしきものもある。落ち葉もたくさんある。待てよ、炎の弓矢使うべきか否か。炎の矢はもったいないから継ぎ足しておいてどんどん燃やしていく。ほら、まずは手短にね。で次、あ、引火した。そこもか。あ、宝箱じゃん。あれは木製か、もしかして。木製だ。もろごと燃えた。どうなる。え、あ、燃えないや。メタリックな枯れたんだ。王家の弓今持ってた。いや、しかし攻撃力強っ。で、あとはだ、そこの床下を燃やすとさ、スイッチごと燃えるのかい。そういうわけでもないか。もうちょっと、そう、右側がまだ燃えてない。あ、木箱が、なるほど、木箱がさ、鉄板支えてたんだ。それがさ、右側のも諸ごと燃やすとスイッチにぺちゃん開く。もう村長かな、確認。よし、村長か。宝箱は取ったけど、村長だ。ゴーゴマダレ、克服の証。一つ目、無謀な弟が帰ってこないでゴロス。弟は一体何を考えているでゴロス。弟、俺の自慢の弟ゴングロンだゴロス。勇者の秘密を掘り当てるなんて言って飛び出していったんだゴロス。弟は一体何を考えているでゴロス。どこ行ったの。弟は丸子池の南西にある丸子坑道に向かったはずゴロス。硬い岩盤があって、ずいぶん昔に掘るのをやめた坑道なんだゴロス。夢を追うより現実を見てみんなの仕事を手伝ってほしいでゴロス。切実だな。祠チャレンジ、弟はいずこ。ゴングロン、どうした、どうした、ゴングロン。ぜぜ、もうダメだゴロン。この岩の奥に勇者の秘密があるんだゴロン。その秘密を見つけたら僕もきっと立派になれると思ったんだけど、でももう力が出ないゴロン。お腹がカランコロンだゴロン。弟よ、そうであったでゴロスか。その声は。弟なりに考えて行動していたんだゴロスな。お願いがあるでゴロス。弟に力を貸してやりたい、兄心でゴロス。ここから出た坂の下にあるトロコ崖に老水岩がゴロンゴロンしてるんでゴロス。それを取ってきてほしいんでゴロス。自分で行きたいのは山々でゴロスが、持病のゴロン肩がひどいでゴロス。ゴロン肩、あんたを見込んでお願いするでゴロス。誤解だゴロン。弟はいずこ、チャレンジ更新だゴロス。矢印、この先トロコ崖、トロコ崖、トロコ崖。崖といってもよ、そこのそそり立った岩山が崖か。そうなのかな。ええー、ちょっと待って、何、物騒な音が聞こえてくる。敵さんもたくさんいる。姉さん、一撃ドン。お、ゴロス崖っていうとよ、ここのことかい。おお、自然の起きて、自然の起きて、岩が沈んでいく。ででんでんでで、ん、これ看板読んだ方がいいかな。え、いや、ロース肉これ、持つ。おお、あれ、懐には入れられないんだ。一つでいいかな。
看板は見れなかったけれども十中八九こいつのことだろう。岩のお肉。あ、危ない。え、また敵さん復活してるんだけど。赤い目ビカビカさせてんな。気づかないで。こうロース肉に匂いはあるのか知らんが、匂いに誘われて出てきた。あー、しまっ。ふぅ、カバー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 、危ない。ちょっと待てよ、岩に当たると一発だと。弓矢まで放ってくるだと。さっきエッチラオッチラ。あー、危ない。ぐわー、やばい。お肉が、お肉が沈んでいきやがった。マジかよ。幸いなことにたくさんあるけどね。やつら闇夜が効くのかわからんがな。え、危ない。星のかけらが落ちてる。奇遇なこともあったもんだ。もう近場でさ、炎の矢放ってくんのやめてくんねえかな。外すのやめてくんねえかな。恥ずかしいと思え。危ない危ない危ない。背中が丸焦げ、ロース肉丸焦げ。丸焦げになっても一石、ああ、落ちるんだよな。危ねえ。よし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 。ジグザグ迷い道、ジグザグにさ歩いていこう。いいよ、もうゴールは間近なんじゃない。大きい大きい。ああ、ついた、ついた。一筋縄じゃいかなかったな。まあ、苦労の甲斐あってか、ピカピカのロース肉を仕入れてきましたけれども、これさ、置くと転がるんじゃない？都合いいな、お前。ほら、持ってきたぜ。待ってたでゴロス。早速鍋に置くでゴロス。鍋で煮込めんの？うん、素晴らしいゴロス。最高級のロース岩でゴロス。すぐに料理するでゴロス。パンパンだけど。やったゴロス。デリシャス焼きロース岩の完成だゴロス。小躍りしてる。小躍りしてる。ん？これはデリシャス焼きロース岩の香り。弟よ、できたでゴロス。食べるでゴロス。小躍りしてる小躍りしてる。おお、これはうまそうだゴロン。早速いただきますゴロン。うまいうまいゴロン、うまいでゴロン。このコード顎に響く歯ごたえ、ジャリジャリの喉越し、食レポが始まった。圧縮された鉱物のうまみが強火で熱せられて口の中が大噴火ゴロン。トゥンバタトゥンバタ。僕は今デスマウンテンになったゴロンゴロンゴロロロロン。兄ちゃんの料理は最高でゴロン。うんうん。ふぅ、お腹いっぱいになったゴロン。さあやるゴロン。ふぅ、ゴロン当たーっ。ごまだれ。出たゴロン、勇者の秘密ゴロン。ん？ゴロンシーでも見たことあるような。これが勇者の秘密ゴロスか？ん？どこかで見たことあるゴロス。とにかくすごい発見だ、我が弟よ、ゴロス。小躍りしてる、小躍りしてる。弟はいずこ？コンプリート。デリシャスでファビュラスな祠が出てきました。欲望の坂、ケハラマの祠、坂なの？わ、坂じゃん。転がってこないだろうな。一応登れんのか。いや、転がってくるわ。あ、いや、あぶね、はや。ドア。ルピーまで転がってきてるけど、あ、なるほど。このルピーに目をつられてると危ないんだ。足元危ないんだ。ぺしゃんこになるんだ。見切ったよ。どれ？う、え、キュー、危ない危ない危ない。ルピーはいらないよ。ただただ登るぜ。宝箱もある。とっとっとっと。あ、ブーク、あ、ぶ、は、え、ちょ、うわあ。あ、ちょっと待って。右サイドにも宝箱あったじゃん。見逃すところだった。ほら、何が入ってるんだい？こんな安全地帯で。ルビー、ルビー。ルビーということは、サファイアが流行ってたから、ルビーが流行るのも必然。宝箱、あいつどうやって取るんだ？はや、おお、え、20ルピーが弾丸のように。これ避けれんのか。ふう、き太りするタイプなんです。
これどうやって取るんだろうな。一番上まで行ってよ。ジャンプすりゃギリギリ届くか。いや、なんか微妙っすよね。一度頂上へ向かい、これ届く？ギリギリ届く？めちゃくちゃ助走つけよう。じゃあ、いけ。おー、いいね。よし、危ない。爆弾や5個、貴重なもん入ってた。ゴーゴマダレ、克服の証。2つ目、お、試練の祠を感知。おそらくこの五大湖ってところです。ここだろうな、まさしくここだろうな。目の前12時の方向だろうな。いや、近い近い。ビーコン、ビーコン行ってるよ。この岩山の裏だろうな。しっかり大丈夫ある。え、イカだじゃないけど、紛れてんな。保護色バリバリでしょ。キュラムヒの祠、キュラムヒ。これ並べ替えると、キラヒムユ、キラヒムユ、ギラヒムキュン。メラメラな祠の下、地下、釣り合う力、天秤、トゲトゲさんだ。上から見下ろしたくねえな。ゾワゾワすんな。待てよ、爆弾で破壊できそうな岩ポコがある。しかし届かないよな、もちろん。ん、どこかしかにこのマグネキャッチが反応するところがあると思いきや、小さな鍵を使わないといけないところに鉄箱くんを3つ発見しました。どうする？十中八九そこの12時の方向の宝箱に入ってるんだろう。やつが、小さな鍵が。そこの天秤に掲げられているのが木箱っつうことはよ、弓矢準備してます。どれ、引火させて燃やすとこいつが軽くなるんじゃない。ボムシュ、軽くなった。おお、めっちゃ軽くなるじゃん。これ重そうなさ、50キロぐらいある樽なんだけどな。放っておこう、放っておこう。で、木製の宝箱。あなた軽そう。小さな鍵、よーし。さてとだ、まずは開けるか。これ開けて出すのが一苦労だな、これ。あら、君で最後さ、はじけ飛んだけど、ひとまず3つの鉄箱くんを吹き飛ばしました。さあ、こいつをだな。まず1つを、じゃあ、あ、しまった。いや、待てよ、焦ることはねえさ。一度こいつを下ろしておいて。危ないね、真上見てください。トゲ地獄、頭から刺さることはねえよ。これ、これ、ちょっと難しいけどね、調整が。ここ置くとどれぐらいの重さになる。危ない、心底危ねえな。いった、鉄箱で。ほら、ずっと乗せとくわけでもなし、徐々に上がるでしょ。で、ここいらへんで下ろしておいて、そこの正面爆弾、あ、じわじわ下がってる。投げて爆破、おっとっと。まあ、しかしこれで村長のところへ行けるようになったな。道は開通しました。さあ、問題はこっちだ。これが限界か。ならば、ちょ、念のためさ、鉄箱くん一つ二つ近場に寄せておこう。いいね、遠隔できるように。よし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 。で、あとはこう乗っからないといけない。うまいことさ、調整しよう。よーし、いいよ。ジャンプで、さらにジャンプで乗っかる。で、あとはこいつを駆使して、よし、登れ登れ登れ登りきって、いや、あっ、潰されることはなかったが。宝箱、よし、大手の両手剣、強い。上がってるな。あ、あ、いて、ちょっと頭に穴が開いたけどね。ゴーゴマダレ、克服の証。3つ目、あ、コロちゃんがいる。ちょっと待って、コロちゃんがいた。コロちゃんは最優先だよ。いわね、はい、コロちゃん、コロちゃん、よっしゃ、出てこーい。コロちゃん、縦長ばっかだね最近。わ、見つかった。コログのみ。19個目、またねー、ラストティーンね。あ、この鉄板の下、もしかして、え、マジで言ってんの。それは冗談だぜ。な、空洞あるよな。止めて、どうしよう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 。ハンマーくんないからな。やっぱつつく、ほら、
お、危ねえ。爆弾で爆破してやろうと思ったけど、ちょっとした隙間ができたね。この下か。危な。か、お灸の祠。あ、お灸だ。お灸だ。お灸、お灸。祠センサーかましてないと確実にわからんよな。風の使い手。か、お灸の祠。ん？縁が感知。何？地下に敵がいる？宝箱。え、簡単じゃん。これ全クリか？ほら。コログのうちは、うちは？いや、うちわが必要なんだ。必要だね。人仰ぎすると、え？いえいえ、ちょっと待ってくれよ。いささか早いんじゃない？頭ぶつけないように。宝箱、な、宝箱あるけど。こいつをじゅんぐりむんぐり運べってことね。宝箱はまあ後でいいや。ま、敵さんがいて、なおかつ囲まれた。ん？ひとまず乗って、僕たちを運んで、あ、しまった。仰ぐ方向間違えたのかな？回転しながら進んでる。いびつながら進んでる。で、着く。着地できる。はしごがある。爆弾のさ、風船連れてきてないんだけど、そらいいのかな？新しく樽があるし。こっち右に行くと、意外と広いね。小さな鍵を使って村長へ向かう道。左ちら。お、またいたのか。すぐに倒せるじゃないの。えい。これは爆弾ね。あ、待って。これ引火しそうだな。大丈夫か？これ。危ない危ない。離れてみて。ドン。正面。何がある？左。ん？これは、え、広っ、ちょ、どんだけ広いの、ここ。手前を吹き飛ばしてやるよ。いや、飛ぶ？そんな飛ぶ？ちょっと待って、なんか怪しい。はしごと、岩ポコが。待てよ。設置するから。はいはいはい。ボマ。吹き抜けた。風が詰まってたんだね。乗るよ。頭ぶつけないで。よし。さあ。あっ！十八個小さな鍵。トゲトゲさん。最近トゲトゲ多いね。こいつをさ、吹かすとどうなるんだろう？ん？あ、君が出てくるのか。しっかり乗って、まずは宝箱を奪おう。はい。あ、危ない。あ、危ない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 。ふぅ、あ、あ、一つ飛んでった。ちょ、これはまずいけど、どうにか、着陸。小さな鍵、こいつさえ手に入ったらよ。ええー、古代の巨大なコア。奥に本命がいる。12時の方向見てください。宝箱やつでしょ、間違いなく。ちょっとこれ難しくない？やけにさ、はっはぁー、いやー、よし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 、あぶねあぶね。一つも風船割らずにここまでやってこれた奇跡。登って、これ大丈夫かな。上にピュ、上にピュ。ここ来たことある？ない？初見さんですか？ここまだ登んのか？わかった。身を任せ、え？爆弾で破壊しなければいけない大きな柱がある。その前に、こちらにも道があるので、一応確認しておくか？これ下に。え？あ、これを持ってけってこと？これは爆弾やで。あれ？ちょっと待って。これそもそも爆弾やで柱攻撃したら、ことはなかったわ。で、あとはここね、風を吹かすと飛び上がれるので。着いたか？宝箱、お前が本命であってくれ。来い。よーし、着地気をつけてね。よーし、何が入ってるんだい、こんなところに一人で。森人の剣、いまいちガチャに。ゴーゴマダレー、克服の証。四つ目。これで僕たちの祠攻略数、112個目になりました。ビコン。ビコビコン。おいおい、こんなマグマ溶岩ぐつぐつ煮えたぎるところに、これコロちゃんだろ？炭鉱部。燃えちゃう燃えちゃう、縦長。うわ、見つかった。コログの実。18個目。またねー。
避難してコロちゃん、直ちに。キルトンさんのお店が開店してる。もうあと2時間も経たないうちに店閉まうからね。寄っておこう。悪くない。ボーイミーツバーイ、剣士を闇に紛れ夢うつつメランコリ、ネッサの戦い、胸を張っていいんだって。氷室さんはいつも涼やか、雨も滴るいい男。あなたがいなくても